はい、どうもお疲れ様です。億万長者合宿動画をご覧の皆様、そしてこの億万長者合宿ね、今山本太郎さんとこう絡んでの話になってますけども、まあ、そうなるとね、非常にたくさんの方からコメントをいただいたり、私もいろいろとその中から学ばせていただいたりとかしております。で、今回のタイトルはその山本太郎さんを通じて出会った人の変化っていう風なね、タイトルになるかともしれませんけども、まあ、ある方からね、あのメールをいただいてたのを許可をいただきましたんで、ちょっと端折りながら、プライバシーに配慮しながら今読まさせてもらおうかなと思ってます。この方はこれから読めばわかると思いますけども、以前ね、昨年私の動画を見始めたということだったんですけども、今年に入って私は初めてメールいただいたんですよ。それに対して私が返信をして、そこから関係が始まったんですけども、おおむね6ヶ月ぐらいかな、私からこう数えて、でその方から見るともう1年ぐらいになるっていうことだったんですけども、まあ、半年間ね、なかなかいろいろあって私の方にメールを送ることができなかったらしいんですけども、動画概要欄にメールアドレスがあったんで、そこから私の方にねアプローチしたって形になります。で、その方からどういうふうに変化したかっていうことをちょっとここで紹介させていただきます。はい、じゃあちょっとね、読まさせてもらいますね。この方は58歳の男性です。以前勤めていたんですけども、まあ、母親の介護のために離職をして、お父さんもねすでに亡くなっていたということで、で兄弟もいるんですけども、ちょっと上の兄がちょっと遠くに行っていて、なかなか関わってくれなかったんで、実家に、ずっといたね独身の自分が母親の介護をするっていう流れになったらしいです。で、その介護もだんだんなかなかね難しくなってきて、仕事を辞めたらしいんですよ。仕事を辞めて最後ぐらいはきっちり自分の母親だから見送ってあげないとなってことで、十分ではなかったんですがと自分では言われてますけどもね、母を見送り、それ以来無職になってしまった。それから、まあね、2年弱だったと思いますけども、まあコロナ禍もあって、なかなか転職が難しいということでね、まあ無職になってしまったと。それから転職活動は今でもやってるということだったんですよ。この手紙をもらった時点ではね。転職活動を繰り返す中、令和新選組の凱旋にたまたま参加。まあつまり、ハローワークかなんか行ってきたりね、その間でしょうね。令和新選組の凱旋が人が集まってるところにこうね大きな声出してやってるのを見て、何だろうと思って覗いてみたっていうのがその始まりだったらしいです。で、その時に、あなたがこの国のオーナーね、自分が国民主権でしょ、この国ってのは、だからあなたがこの国のオーナーなんですよっていう言葉に立ち止まったらしいんです。それから、何があっても心配するなっていうキーワードも目にしたと。ああ、今俺はすごく心配だと、これからどうなるのかなと、たった一人天涯孤独になってしまったと、まあ兄はいるけど家族を抱えていて、なかなか俺なんかに関わってられないしなと、それから一人残されたこの親の家ね、今となったら自分がこの家を相続するんだけども、どのぐらい管理ができるかなとかね、いつか手放すことになるのかなとか、それから税金のこととかメンテナンスのこととか本当わかんないぞみたいなね、そんな不安がたくさんある中で、何があっても心配するなっていう言葉が救いのように、飛び込んできたということらしいですね。そしてすぐにその凱旋の途中で山本太郎さんのね凱旋を聞きながらネット検索したらしいんですよ。そうすると、さまざまある情報の中で久保さんの YouTube に出会いましたってのが、まあ最初の取っかかりです。まあ、この動画をご覧の皆さんもね、いろんなきっかけで私の動画にたどり着いたと思いますけども、今はね、もしかしたらもう何日も連続で見てくださってるのかもしれませんね。この58歳男性の話に戻ります。以来毎日のように YouTube を拝見していますと。そして、この人はどうやって生計を立っているんだろう、まあ私に対してね、と思ったり、どうやって家族を養っているんだろう、まあ私が家族を持っているというのはたまに話しますからね。で、どんどん興味が出てきたらしいんですよ、私に対して。そして、いつの間にか、この人のように俺も生きているかもしれない、生きていけるかもしれないっていうふうに思うようになったということです。ね、私のこの暮らしぶりっていうのがね、YouTube を通じて、あ、自分もそういうふうにやっていけるかもしれないなっていうふうに思っていただけたってことなんでしょうね。はい、じゃあメール2枚目になります。年が明けて今年に入って初めて久保さんに動画見ましたとだけメールをお送りしました。確かにこんな短い文章が来たんですよ。で、すると30分もしないうちに私宛の、しかも動画付きで返信が来ました。そうですね、私メールいただいたらね、大抵は動画で返信するんですよ。メールいただきましてありがとうございますっていうふうに。で、今回は私もちょっと覚えてるんですけども、動画見ましたっていうね、たった6文字のメールだったんで、もうかなり膨らまして返信動画を作ったんですよ。きっとメールを送ってくださったってことは、私の動画でどっか共感することがあったのかもしれませんねと。で、私も本当にその時話した内容はちょっと忘れましたけども、そういう気持ちで生きてるんですみたいなことを話したりね。で、おそらく今回メールいただいた方は名前も分かりませんけども、50代ぐらいの私と同じぐらいの年代の男性なんじゃないですか。
でこれからのこと不安ですよね、今までサボってきたわけでも大きな贅沢をしたわけでもないのに、いつの間にか50代を迎えてしまって、なかなか、ね、身内も当てにならないし、自分一人で生きていけないといけないのに、なかなか自分一人で生きてくることができない、そんな不安を抱えてらっしゃって、私のところにメールを下せたんじゃないですかっていうふうに、なんか切々と語った覚えがあります。はい、でそのメールを送って、この方からの、まあ、返信ですけどもね、思えば毎日毎日いろんな人に会っていますが、まあ、あの就職活動とかでですよ、あの面接受けたりとかハローワークの人に会ったりとかってことらしいですけども、こんな風に私の目をカメラ越しではありますけども見つめて、ここまで心から見ず知らずの私なんかに丁寧に話しかけてくれる人なんて何年もいなかったと思い、感動してその場で涙が出てスマホを抱きしめるように倒れ込んでしまいました、というふうにメールをくださいました。そしてまあいろいろ書いてたんですけども、いつかこんな風に誰かの力になりたい、そんな気持ちが今私の中に宿っています。で久保さんのおかげで少しずつですが今はお金も稼げるようになっています。で今年1月メールをくれて、それから今6月が終わろうとしている6ヶ月の間で自らお金を稼げるようになったんですよ、ね、半年ですよ。だからどう半年を生きるかによって自分の人生の角度っていうのはね、まだまだつけていけるってことです。58歳の独身男性でも。はい、久保さんのおかげで少しですが今はお金も稼げるようになっています。今就職活動は企業へのチャレンジに変わっていますと。人生が変わる、それはいつからでもどこからでもできるんだと今思っていますということですね。まだまだちょっと書いてあった内容はいっぱいあるんですけども、長くなりますんで、端折ってねお届けしました。あとプライバシーにも配慮しなかっちゃいけなかったんで、個人名とか出てくるところはちょっとね、読まずにということになりましたけどもね。まあ要するに動画を見てなんかやる気になった人が出てきたってことなんですよね。で動画を見てやる気にならない人もいます。それはいつやる気になるかはね、みんなペースが違うからなんですよね。まあでもこうやってね、私はこうなりました、ああなりましたとかね、どういったことに、このような影響を受けましたとか言ってね、書いてくださると、まあ、はために見ると、あ、久保に洗脳されとるの、みたいにね、なるかもしれませんけども、いや、でも多少はね、誰かの影響を受けて、憧れてみるとかね、追い求めてみるっていうところで、自分ってものが探していけるんじゃないですかね。何のヒントもなしに、誰からの影響も受けずに、たった一人で自分自身にたどり着くってことは、まあ、これまたなんか難しいと思うんですよ。誰かと同じようにやってみたけどもそうはならなかった、もしくは誰かと同じようにやってみたらそれ以上の存在になったとかね、様々ですからね。はい、でもこういつかこんな風に誰かの力になりたいって思ってくださったとしたら嬉しいですね。私も以前誰かの力になりたいと思った瞬間がありました。それまではね、自分のことで精一杯だったし、ギブアンドテイクって言って誰かに何かをするときは同じぐらいの対価をいただかないとやっぱできないよねとかね、そんなこと思ってました。等価交換の原則っていうんですか、それがいかにね、幼稚だったかっていうことなんですよね。等価交換の法則って、なんかやっぱりそうじゃなくって、不等価交換の法則ですよね。1もらったら10返すぐらいのことをやると、なんかみんなでね、いい感じになるんじゃないかなと思います。もちろん10あげたのに1しか戻ってこなかったらね、がっくりする人もいるかもしれませんけども、でもその1がその人にとっての気持ちならばありがたく受け取っておくこともできますしね。で、今回私にこうやってメールを下すって、私はね、逆にね、励まされたんですよ。まあ、久保さんだったら何とかしてくれるかもしれないとか、話を聞いてくれるかもしれないっていうふうに信頼してくださったわけじゃないですか、だから私はたった6文字のねメールの内容だったんですけども、できる限りの見識を働かしてね、この人と、これからね付き合いができるように、私の返信を見てがっかりしてもう返信の返信がないようなことはならないようにと思っていろいろとね、配慮したつもりだったんですけども、まあ、おかげさんで半年経ってね、今自分でお金を稼いでいるっていうところもあって、もちろんね、そんなね、すごい大きな金額じゃないと思いますよ。私が思うに毎月3万とか5万じゃないですかね。まあでもそこから、なんかこう、起業のきっかけをつかもうとしているっていうところはね、これからも応援のしがいがあるなと思いまして、今では速稼塾の塾生さんになりました。というエピソードでございました。ね、山本太郎さんつながりで、誰かを変えることができる。私でも変えることができる。そんな体験の一つでしたね。それから前回吉谷さんからメールいただいて、三崎裕太さん、青白おじさんがディズニーランドのね入園料が1万円を超えたっていうニュースに絡めて、1万円が高いと思う自分を疑いみたいなね、確かに給料が上がっていけば1万円っていう入場料をね提示されても、まあそんなもんだよね、いいとこだからねっていうような感じで、はいどうぞって払えると思うんですよ。自分の所得が上がってない、もしくは下がっているから
反比例して価格が上がったものに対してね、そんなんじゃ本当に行きたい人が行けないよみたいな、ちょっとわけのわかんない理論が出てくるわけですよ。本当に行きたい人は高くてもお金払うでしょうと。でもお金がないぐらいで行かなくなるんだったら、その人はそこまでのことなんですよね。ひどい言い方になりますけども、まあ、もちろんお金を何に使うかって優先順位があるんで、いつも一番にディズニーランドは来ないですからね。まあでも本当きつい世の中になりました。きつい世の中なんですけども、私はね、だからこそ希望があると思うんですよ。絶望っていうものは希望への道しるべになると思います。絶望に出会った時に諦めてお手上げになってしまえば、その絶望は自分の胸の奥に来るでしょうけども、あ、なるほど、この状況が絶望なんだ、じゃあこの状況を打ち払っていくために何ができるかなって考えたら、絶望はそのまま希望に変わるんじゃないかなと思いますよね。そして人生を振り返った時にね、自分の絶望をどのぐらい希望に変えられたかなと。結果はダメだったけども、やるだけやったなっていうふうなね、すがすがしさがどのぐらい手に入ったかなと。そして今度は他者にどれだけ希望を与えられたかなと。人をけなしていたら希望を与えられません。でも励ましていたら、その人に希望を与えることになるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんね、口先だけ励ますことも大事ですけども、もしね、可能ならば口先だけではなくって、結果まで出るように励ましていきたいですよね。はい、ということで今回はね、結果が出ることが分かっていたわけではありませんけども、山本太郎さんの動画を通じて私とのコミュニケーションが始まって、今年から今まで半年間で曲がりなりにも自分の復讐を作りましたって話ですね。はい、じゃあ今回は以上です。お疲れ様でした。